時間食っちまった。いらっしゃいませ。さあ行くか。ありがとうございました。キリュウさん、会いたかったです。それじゃどこ行きましょうか。いいですね。いらっしゃいませ。2人だ。料金は2名様で1000円になり、それではご案内。あ、私この曲得意なんです。う、歌いにくい。申し訳ない。次はキルさんの番です。
の曲を送るぜ。夢中で貫いた偽りのジャスティス、握って いたはずの手はいつしかはぐれてた。巡る季節刻む時計、道を耕えた二人。イケボー So tonight、 今夜もまた tonight、 ため息つく一人きりじゃ上書けない思い出。いい感じです。近いの So tonight、 場所で待つよ、こんな夜はお前に会える気がして。二人また歩いて行けるなら、胸の古傷も頬伝う涙も笑い話に変えてみせる。キリュウさん、ひょっとしてカラオケ初めてなんですか？そろそろお時間と…それじゃあ…今日は長こちらです。一緒にアニメとかゲームで それ私も大好きなんです。美味しいですよね。聞いたことないですね。正直、人それぞれですよね。台湾の曲もたまに聞いたりはするんですけど、どちらかといえば日本の曲の方が多いですね。やっぱりアニソンが大好きなんで、キリュウさんも一度聴いてみてください。私は B 型です。そろそろお時間となります。ごゆっくりどうぞ。寮やってるんですか？男らしくてかっこいいですね。
会社の社長さんだったんですか。やり手ですね。そろそろお時間となります。ごゆっくりどうぞ。わあ、キリュウさん太っ腹ですね。キリュウさん、この後お時間ってありますか。この後か。別に大丈夫だが。もしよければ一緒に外へ行きませんか。伝えたいこともありますし。伝えたいこと？もちろん構わんが、ここじゃダメなのか？そうですね。できれば雰囲気のあるところの方が。わかった。じゃあ少し夜風にでも当たりに行くか。はい、ありがとうございます。劇場前広場で待ち合わせで大丈夫ですか？ああ、わかった。楽しみにしてますね。それでは出発いたします。待たせしまったか。さあ、行くとするか。はい。いい眺めだな。で、俺に伝えたいことってのは？私、キルさんと何度もお話ししてきましたけど、なんだか私のことを話してばかりで、キルさんのことはあまり聞けてないなと思って。確かに言われてみれば、そうかもしれねえな。だからキリュウさんにいろいろと聞きたいなと思うんです。構わねえぜ。で、何が聞きたいんだ。そうですね。じゃあ好きな女性のタイプとか。好みのタイプ。そうだな。純粋で元気な女性が好きだな。なるほど。キリュウさんが寡黙なのでバランスがいいかもしれないですね。ああ、
そういう意味では空もタイプかな。あ、私ですか？元気ですかね、私。ああ、慣れない日本で明るく生きているお前を見ていると前向きな気分になれる。それに素直で純粋だしな。ありがとうございます。キルーさんに褒められるのが一番嬉しい。他に聞きたいことはあるのか？はい、他には、少し体が冷えてきたな。ええ、もうすっかり冬ですもんね。そうだな、風邪をひく前にそろそろ帰るとするか。どうした？帰らねえのか？あの、キリュウさん、最後に一つだけ聞いてもいいですか？なんだ？キリュウさんってなんだか自分の道一筋って感じですけど、その女性と結婚する気とかはないのかなって思って。ほう、結婚か。いつかはしてもいいかもしれないが、今は考えられないな。俺にはやることがあるからな。やることって？あまり詳しいことは話せないが、俺にも空と同じ大切な家族がいるんだ。家族？キリュウさん、もしかして結婚されてたんですか？いや、家族同然の存在だ。自分の娘のように思っている子がいるんだ。そいつがこの前事故にあって目を覚まさなかったりとか、いろいろあってな。そんなことがあったんですか？すいません、そんな辛いことがあるなんて知らずに家族とか結婚とかの話ばかりしてしまって、私キャバ嬢失格ですね。そんなことはない。むしろお前と話していると俺は勇気づけられた。勇気づける？ああ、家族を大切に思うお前の言葉を聞くと俺も改めて決心させられるんだ。俺もあいつのために、大切な家族のために、命張ってやらなくちゃってな。キリュウさん、家族を守る、家族を大切にする、家族のために命をかける、そんな当たり前のことの大切さに気づかせてくれたのはお前だ。ありがとうな、ソラ。ううん、私の方こそありがとう、キリュウさん。キリュウさんのやるべきことが最高な結果で終わるといいな。ああ、ところで今日は話があるって言ってたよな。何の話だ？ううん、もういいの。何でもない。そうか。うん、キリュウさんが鈍感で助かった。その代わり今からちょっとだけ時間を私にもらえます？ん？ああ、構わないか。私、キリュウさんと出会えて本当に良かったなって思ってます。男らしくてかっこよくて、でもちょっとお茶目で、そんなキリュウさんが私は大好きです。キリュウさんのやるべきことが終わるまで私ずっと待ってます。もし落ち着いたら今度一緒に台湾旅行してくださいね。
今日はちょっと雪出しちゃいました。ずっとずっと待ってます。